1970から1971シーズンの NBA は NBA の25回目のシーズンである。この年のドラフトは NBA 史の中でも有数の当たり年とされている。この年に指名された選手の中から NBA を代表するポイントガードとなるピート・マラビッチやネイト・アーチボルト、デトロイト・ピストンズから全体1位指名を受けたボブ・レーニア、デイブ・コーウェンス、 カルビン・マーフィーラ5人の選手が殿堂入りを果たしており、ウチマラビッチ、コーエンス、アーチボルドは偉大な50選手にも選ばれている。他にも、ルギ・トムジャノビッチ、サム・レーシー、ジョン・ジョンソン、ジェフ・ペトリーラが指名を受けている。1960年代は、ベトナム戦争の激化、公民権運動の活発化などの政常不安がアメリカを覆った時代であり、 人々は世の中に広がる閉塞感から逃れるため、積極的に娯楽を求めた。その結果アメリカでは、プロスポーツブームが起こり、各、プロリーグは大きな成長を見せ、バスケ界では ABA の誕生を促したが、中でも NBA の成長は目覚ましいものがあった。このシーズンの5年前である1965年当時、NBA には9チームが所属しており、登録されている。 選手数は108人、リーグ全体の試合数は360試合だった。そして、NBA はその後の5年間で、著しい発展を遂げ、このシーズンには新たに、ポートランドトレイルブレイザーズ、バッファローブレイブス、クリーブランドキャバリアーズが創設され、チーム数は17となり、バーが NBL を吸収して NBA となった1949年の数字まで回復した。 登録選手数は204人、総試合数は697試合にまで増加した。NBA はわずか5年の間で、その規模をほぼ倍にまで拡張したのである。観客動員数も飛躍的に伸び、1965から66シーズンの観客動員数は200万人強だったのが、このシーズンには500万人を突破した。冬の九百五十年代を過ごした NBA に、 とって1960年代後半は、まさに高度成長の時代だった。しかし NBA の高度成長はこの年を境に、頭打ちとなる。ABA との競争の加熱による疲弊と、リーグの強引な拡大策が市場への供給過剰につながり、さらにスキャンダルが追い打ちとなり、NBA は再び冬の時代となる1970年代へと、突入していくのである。 絶好調のシーズンを過ごしたミルウォーキーバックスはプレーオフでも圧倒的強さで勝ち進みカンファレンス決勝では故障者だらけのロサンゼルスレイカーズを破ってファイナルに初進出した東からは予想外のチームが勝ち上がってきたレギュラーシーズン42勝のボルチモアブレッツであるシーズンの成績から見てもバックスの圧倒的優位は明らかだったが ブレッツは大黒柱のエースアンセルドが故障を抱えて成績を落としており、さらにカンファレンス決勝のニューヨークニックスとの激戦でガス・ジョンソンも負傷し、ファイナルの第1.2戦を欠場してしまう不運に見舞われた。ブレッツはアール・モンローが古軍奮闘したが、バックスの前に4戦全敗と会えなく敗退。プレーオフ14戦12勝の高勝率、1959年以来、 ファイナル史上二度目となるスイープでバックスが初優勝を果たした。この優勝が2008年現在までのバックス唯一の優勝であり、また、総武3年目にしての優勝は NBA の最速記録である。ファイナル MVP を獲得したルーアルシンダーは、MVP、得点王と合わせて3冠を達成した。ありがとうございます。